こんにちは、アップバンクのマミルトンです。今日11月22日5時に、先日ニュースで出ていた挑戦者の洞窟というチャレンジクエストが実装されましたということで、早速今から挑んでみたいと思います。スタート。チャレンジクエストはどこに出てるんだ。インフォメーションの情報。無敵の超高難易度チャレンジクエストが、炎の丘陵、戦いの岬に登場。腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。何度も挑戦できる低い AP、 AP0 ではなくて1なんですね。クエスト攻略を目指して様々なパーティー編成を試してみよう。で、超難易度 80ってやばい。さらにウェーブの数は50と、めちゃくちゃ長いですね。なんだっけ、パズドラでいう、無限回廊だ。無限回廊みたいな感じですね。で、お、制覇した、クリア報酬がすごい。大刀修羅 A ランクの武器がもらえる。これはクリアしたい。ただ、50で難易度80は結構やばい。早速行ってみましょう。炎の丘陵で、あ、ちょうどいた。戦いの岬に出てる。AP1 で挑戦者の洞窟。敵のレベルは80。ちなみに今日私が挑むパーティーはこれで挑もうと思ってます。これ。ガチのメンバーで。でもこれでも勝てるかわからへん。パーシェルとディードとカレンと、で、僧侶一応ね、2人入れてるんですよ。で、多分きっと毒のメンバーが、毒の敵が出てくることを予想して、メルビナを入れている。メルビナのスキルが、毒を回復するんで。でも、メルビナがちょっと早めに死ぬことを想定して、その後でアリエッタを入れている。で、最近私のこのマイブームのフィオナ。このフィオナが超強いんですよね。まだレベルは10、たった14なんですけど、全体攻撃ができるんで、フィオナを一応サブに入れています。コスト的にもあんま入れれないので、このメンバーで今日は挑みたいと思います。早速行ってみよう。まあ、AP1 なんで、ね、全然もったいなくない。何回も行けるので行ってみよう。フレンド誰を連れて行こうかな。フレンドはこれにしよう。敵にとどめを与えるごとにどんどん攻撃力が増加していく、ウェーブ50にぴったりなこのアビリティを持ってるウェルナーを連れていこう。じゃあ今日はまずはこのメンバーで行ってみたいと思います。どこまで行けるかな。50分の1って結構やばい。最初から慎重に行くために今日は早送りにしません。あ、メルビナの回復の範囲が狭い。でもパーシェルもウェーブ回復があるのでそんなに辛くないか。あ、まずあ、やばい、危ない。最初から結構強い。ちょっと舐めてた。
防御回復してこう。あ、もう一人死んだ、やばい。私の力だ。あ、これちょっとパーティー編成ミスったかもしれない。あ、5回目でボスが出てきた。あ、やばいやばい。あ、やばい。あ、あーやばい、ミスった。これをダメだ。この槍は全てから自由、くよくよしない。もう2人も死んでる。しかもパーシェル死んじゃった。終わった。あ、やばい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 。これも。敵の攻撃力がめっちゃ強い。510もくら。あ、これもし、あ、無理もう。あ、死んだ。終わった。あ、どんどん死んでいく。強い。7しかいけなかった。これダメだ、復活はしない。きつ、これ絶対無理やで。ちょっとパーティー組み直してもう一回だけ行こう。じゃあ一回止めよう。アップバンクの動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ファンでした。マミルトンでした。スプリングマオでした。ウリナイコンでした。ボールでした。ケン360でした。